ピカリャは沖縄県八重山郡竹富町の竹富町観光協会が2010年により展開している竹富町 PR マスコットキャラクターである。ピカリャの最後の超音符の表記は、ではなく、である。JTA 機の機体に描かれたピカリャ。左は、パイグル。2009年11月、竹富町観光協会の青年部長がヒコニャンをヒントに町長に提案。 2010年2月8日から3月15日まで、竹富町内の小学生からキャラクターデザインを募集し、応募された45作品の中から、入表山猫をモチーフにした竹富町立、古見小学校の児童のデザインが選ばれた。同年の八重山の海開きで、デザインが発表された後、着ぐるみが作成され、7月30日に竹富町役場を初訪問して公開された。 また、同年8月1日から25日まで名称が募集され、980件の中から、石垣市大浜在住の男性が応募した、ピカリアが選定されて、8月31日に、竹富町役場で発表された。ピカリアという名前は、イリオモテ島に生息するという伝説がある、イリオモテ山猫より大型の猫化動物山ピカリアを元に考えられたものである。 ゆる、キャラグランプリでは、2011年に249体中30位、2012年に166位、2013年2580体中480位となった。2013年2月11日から6月22日には、新石垣空港の開港を記念し、八重山諸島を PR するために、日本トランスオーシャン航空の B737 から、 401機の機体に新石垣空港のマスコットキャラクター、パイイグルと竹富町のマスコットキャラクター、ピカリャをデザインした特別デカール機、パイイグル、ピカリャジェットが就航した。ありがとうございます。